それではこれから計算基数学1の第13回目の授業を始めます。まず前回の授業のまとめです。前回はモジュラ算法と呼ばれる一連のアルゴリズムについて紹介しました。そしてモジュラ算法の一例としまして、中国常用算法による行列式の計算の効率化を説明しました。今回の授業の内容です。前回の授業の際に、その序算に関するいくつかの計算量の見積もりに関する説明が先送りになっておりました。そこで今回は序算の計算量、それからユークリッド誤助法、もしくは拡張ユークリッド誤助法の計算量、そして中国常用算法の計算量の見積もりについて説明したいと思います。それではまず序算の計算量の話題から入ります。まずここでは多項式の常用付き序算を取り上げます。AX と BX を整数係数の一変数多項式、X に関する一変数多項式としまして、BX をモニックとします。そして、A の次数を K、B の次数を M としまして、K は M 以上であるものとします。このような AX と BX に対して、その多項式の常用付き序算をこれから行います。で、この多項式の常用付き序算のアルゴリズムは第6回の授業で扱いましたが、一応復習のためにもう一度眺めてみることにしましょう。入力としまして、AX が与えられ、それから BX が与えられております。このような入力に対しまして、その出力としましては、この A を AX を BX で割った小 QX、 それから剰余 RX をこちらにあるような形で出力するというものです。実際のアルゴリズムの処理はこのような形になっております。まず、剰余の表す多項式 RX に AX を代入します。それから、次のステップ以降で1回1回序算のにあたる引き算を繰り返すわけですけれども、ここではその小各小の係数 QI に対して、この割る方の多項式 BX の QI 倍というのを、その剰余の多項式から順々に引いていくという処理を順番に繰り返していきます。我々がその筆算で多項式、一変数多項式の序断をする場合にのっとったアルゴリズムになっておりますので、あまりピンとこない人は、実際に何かその一変数多項式の割り算を筆算で行いながら、このアルゴリズムの流れを確認してください。それではこれからこのアルゴリズムのその計算量の見積もりをステップを順に追って行っていきます。まず最初のステップ1ですが、ここは代入のみで、今回の計算量の見積もりには影響はありません。次にステップ2ですが、ここではその for 文によるループが存在します。そのループは変数 i に関して k マイナス m から0までですね、 i が動くようなループなんですけれども、このループによる繰り返しの回数は k マイナス m プラス1回ですので、これをラジオで評価しますと、ラジオの k マイナス m と評価することができます。で、そのステップ2のその下のステップの A ですね、ステップ A は代入分だけですので、今回の計算量の見積もりには影響はありません。そして、ステップ2の B ですが、ここで変数 J に関する繰り返しが行われております。その繰り返しの回数は、ちょうど M 回ですので、これを今後の見積もりのために記憶しておくことにしましょう。そしてこのステップ 2B の変数 J に関するループの中では、このような Ri プラス J からですね、 QI と BJ の積を引くという演算が行われております。ここでの計算量は、QI と BJ をかける乗算1回、それから R の i プラス J から
QIBJ の積を引く加算1回ということですので、まあ、ラージO の1として評価することができます。そしてその下のステップ3はこれはリターン分ですので今回の計算量の見積もりには含めません。で以上をまとめますと、そのステップ 2B の中で指則演算が、まあ、オーダーの1回分、それから、その、ループがですね、変数 J に関するループが M 回、でその外側で、変数 I に関するループがオーダーのラジオの K-M 回分ということですので、まあ、この序算の計算量の合計はこちらにありますように、まあ、ラジオの M×K-M と見積もることができます。以上の見積もりから、その1変数多項式の常用付き序算の計算量というのは、まあ、今回その計算量の単位はその係数の加減乗除の回数としますけど、指則演算の回数としましたけれども、この係数間の指則演算の回数は、除多項式ディバイザーとそれから小コエフィシエントの、まあ、次数の積に比例するということが分かりました。